クラースナヤストレラーは、ソ連並びに、ロシア連邦のモスクワ・サンクト・ペテルブルク間を、モスクワ・サンクト・ペテルブルク鉄道経由で結ぶ、豪華特別急行列車である。ソ連時代に走り始めた、連邦初の特急列車で、列車番号は、ナンバー1とナンバー2で、毎日23時55分にモスクワ、または、サンクト・ペテルブルクを発車する。所要時間は8時間。 車両数は客車18両となっている。列車名はロシア語で赤いやレッドアローという意味。現在は寝台特急の需要が多く、この後エクスプレスとメガポリスも運行されている。クラースナやストレラーはソ連時代の1931年6月10日から定期列車として運行が開始された。当時は表低速度時速 69.8km で運転された。 大祖国戦争の時期には運行が中止され、使用車両は1941年6月24日より車両区で保管状態に置かれた。レニングラードの包囲が解かれると列車は運行を再開し、一番列車は1944年に出発した。この時の列車には放射砲を装備した車両が連結されていた。当初青色であった客車は1949年に 暗い赤色に塗色を変更され、現在もこの色で運行している。クラースナやストレラーには、ソ連で初めてとなる信頼者が連結されていた。偉大な都市への参加の曲が流れる中を、サンクトペテルブルクを出発直前のクラースナやストレラー1965年から、サンクトペテルブルクの始発駅であるモスコーフスキー駅では、クラースナやストレラーの発射時にレーンゴリと、 クリエール作曲の偉大なる都市への参加が駅構内に流されるようになった。ソフィーア・アロタールはこの列車をテーマにクラースナやストレラーを歌った。1976年からはクラースナやストレラーの第二列車が運行されるようになった。この列車は第一列車の4分後毎日23時59分モスクワ発で運行された。2007年には 新しい車両が投入され、列車名もエクスプレスに変更され、またその後、メガポリスも運行されるようになったので、現在は、寝台特急は3編成ある。モスコーフスキー駅、レニングラード駅、モスクワ駅。ありがとうございます。